皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月8日、朝の10時過ぎ、全業界の皆さんへ、ホームページ淡井圭介の履歴、この画面ですね、この1番を、タッチもしくはクリックしていただいて、で今日と昨日記載した内容、目通してください。基本的には文章ですので、文章、例えば今日の文だったら5文ある、あったら10文、読めます。そんなに大した文字数じゃないですから。まあ、こういうふうなね。で、ただ動画も、目通してもらわなかったら理解ができない、理解ができませんので、私の方の苦しみとか陥ってる状況とか、もうこれで顔取られよう。老人の顔にされようねんけども、それが違法行為。そのことで顔を取ったり顔を潰そうとしたり、その後どうなるかっていうところ、呼んでもらえなかったらとか呼んだからとか、そういうことじゃないから、それで相手の顔なんか書いてあかんから。会う頃には老人だとか、そういうふうな形で顔を変えようから、そいつら。まあこれも全業界っていうことにしてるのは、男性も含めて変な方法で淡井圭介に会いに来てるでしょ。でそれによって電波で、声とか、音とかで攻撃されてるから、テレビ局を本当に取り締まらなければならない、勤務者を。でこの辺の住宅を借りてはダメ。そこでいろんな人間が出会いするから、その方が安くは安上がりになるっていうのは知っています。例えば低所得者の人間に公営住宅とかを、賃貸ということで貸せばね、そしたらそこ一月の家賃が、3万なり、まあそれぐらいで、まあ3万なり4万なりで済みますから、いろんな人間がその出入りして宿泊すると、1泊あたり1000円ぐらいの、費用しかかからないっていうことになるから、そういうふうな方法、このあたりいっぱいしすぎ、本当に。もう政府の方です、絶対やめさせなあかん。昔から警察官の人も、例えばね、僕と全然違う男性ですよ。警察24とか系統の番組でしたんですけども、まあ、どうせ結婚話された男性だと思いますよ。そこの女性の家行って、出てきてくれって、これどういうことだってこう言ってるんですよ。で、それでその男性が通報されてるんですね。で、警察官が来て、で、まあ、その人はまあ体鍛えてる人だったんですけども、明らかに体がっしりしていて。で、警察官の人が、まあ、慣れた人でね、分かった、パワーはお前の方が上や、って。で、話聞くから、っていうことで。ああ、たぶんその女はもうあっち側の人間やわ、って。こういうふうに言ってるんですよ。もともと住所、いろんなとこ宿泊してるとこ、会社であったとしても、いろんなとこコロコロ、移動してる人間って、何か悪いことしてる人間なんですよ、大体ね。で、もともとエロ業界の人間が使ってた手法で、それプラス電波での手法なんですよね。だから科学分野っていうものは人が扱うことによってどうとでもなるっていうことなんですよ。だから危険性の高いものは基本的にやめたい。だから未来からの時間軸からの声掛けによって災害情報ぐらいは教えてあげないとっていうことになってたんですよ。それで政府が動いてたはずなのに、そこに的絞らないで、淡井圭介の頭の中で考えてる内容とかも、時間軸を超えた人間とかキャッチする。株があるでしょ。株もやめましょう。国債にしましょう。株が上がりすぎてる。売ったら売ったでお金になる。買い手がいるのであればね。買い手がいるのであればですよ。今買ったら絶対損しますよ。もう国債にしようって言ってるんだから。利息。変なお金の流れになるから、変な人間が増えるから、もうやめた方がいい。変なお金の稼ぎ方になるから。徹底的に蛇口閉めだったらいい、お金の蛇口。国債にチェンジして、雇用助成金もなしにして、電気自動車の補助金もなしにして、ガソリン車の販売禁止にしたらいい。一応この間、今年に入ってから、トヨタ昭夫さんらが、まあ、謝罪会見開いてましたけども、らでいいんです。役員の人たちっていうことになるから。複数形の言葉でらという意味ですよ。
ダイハツという形で、ダイハツの人を山本に立たせて、一番会場たる大阪、豊田明夫さんが一番悪いから、車たくさん売ったらあかんこと、本当は知ってるから、その人。僕は二十歳ぐらいの頃、会ってるから、フルーツラーパークで、そういう話してるから。で、その内容守らなかったらどうなるか分かってますねっていうことの話をしてるから。で、最近の CM、トヨタイムズの CM はあるですよ。あの CM でもうね、緊張感ある雰囲気と顔でね、今後トヨタがどうしなければならないのかっていうことを大真面目に言ってるでしょ。あれ、売ろうとしてるんじゃないですよ。生産台数減らさなきゃなんないよって、エネルギーの残存量問題だよっていうことを言ってるんですよ。もし言ってなかったら、もうその現場見に来て、本当に。YouTube に1から10まで何喋ってるかちょっとアップロードしてください、本当に。もう国が動いて、それこそ。もともと国がまとめてるから。愛知県、豊田市。軒並み昔、自動車産業は何十社とあって、軒並み倒産。何十社も作った、そんな。国の知り合いしかない。どうかしてる多分、いや、まあまあ、話戻しましてね、その男性にしろ誰にしろ、勤務先に淡井圭介に連絡しないで、その急に勤務先に来るのはこれなし。本当に勤務先の人に連絡して来るのはこれなしって言ってるなんだよ。なのにこの間、別にね、本人がよく分からなかったからそうしてるんだと思うんですけども、YOASOBI っていうグループが歌手でいるでしょ。で、そのうちの男性の方が来てるんですけども、そのもう一人が女性と組んでるでしょ。多分そいつ、ここの夜、その男性もそうかもしれないけども、昔ね、夜ここ騒ぎながら歩いたりしたでしょ。で、それで名前が YOASOBI ってなってるんですよ、多分。変な名前つけてるところの人間は基本的に気をつけた方がいい。バンド名とかをね。だからグレーに関しては元々の話で言うと、まあまあ白でも黒でもなく中間色である、グレーであると、世の中のことをすごくよくわかると裁判官もどこからどこまで、信じたらいいんだっていう話になるんですよ。まあその辺の話はね、この辺のところ見てもらったらわかります。もう 5分で済むから、もう話長なるからもうこれぐらいにしておきますね。この動画の再生回数、1万以上いかなかったらみんな見てないっていうことだから、この文章も。どうせね。閲覧者数とか見たらわかる。それだったら世の中変わることができない。エネルギーの残存量問題解決できなくて終わり。僕は悪いんじゃない。見なかったあなたたちが悪い。伝えなかったテレビ局とかは悪い。以上。あと行政も悪い。伝えれるから上から下まで。ちゃんとこれ見なさいよって。彼の言ってることが本当だからって。データで結果で出てるからって。以上です。ああ、もう佳子さまとかも本当に真面目に対応してくださいね。電話かけたらいいだけだから、本当は。で、そこから予定。で、いつ来るか。で、いつ話し合いするか。それ。で、電話で断れる部分は、結婚の件に関しては断りたいんだったら断ってくれた。いい。それをしないから話がややこしくなって気温上がらなくなってる。あなたたちが悪い、はっきり言って。本当に。皇居や、赤坂御所まで行ったと同じ、皇居まで行った同じ、そこの警察官に言っておけばいいだけ、皇居に来たら赤坂御所に案内してくださいって言ったらいいだけ、それをしなかった、もう無理、僕の方だって無理だから、限界、できることとできないことがあるから、僕を責めたって無理なの。一時期僕を責める形で逃げたでしょ、テレビ局の人間もこいつの人たちも国会議員の人たちまで、そこ全部組んじゃってるの、無理だよこんな世の中で。今立憲民主党の人たちに動いてもらってるけども、共産党以外の野党が組むような形の方がいいと思いますよ。もうわかんないですよ。もうその人たちがその人たちで、自分たちの言い分、党の主張とか、党の今までの経緯とか、それ言い出され始めたら、もう全チリジリになるから。で、自民党は自民党内で責任の押し付け合いで、何々会のせいだっていうことにして逃げようとする。違う違う。もう自民党と公明党、両方とも公明党の責任どこ行ってんだよ。公明党はちゃんと止めようとしました。万博とか。しなかったでしょ、どうせ。そしたら公明党も同じですよ。我々は途中で連日を君が食えって言ったから。違う。だってそうしなかったら話まともに進むわけないじゃないですか。ねじれ国会になって。こっちはもう全員。真面目に話せなくて。もう無理や。もう笑って。
もう無理設定多すぎます本当に。もうああ言えばこう言うじゃなくて、もうそれもオウム真理教の上言うでもう決まったから、本当もう二十歳ぐらい、僕は二十歳ぐらいの頃、もうああ言えば上言うっていう言葉テレビ局で流行らせたでしょ。あ、もうああ言えばこういうのこと、もういい、もうエネルギーの残存量問題で、これに向かっての、内容をしっかりと、行動できない人間、喋ってる文言も含めて、その議員全員アウト。これグッドじゃないからね、絶対。アウト、アウト。それぐらいの英語はさすがに世界中の人、分かってくれるでしょ。国会議員、なんて言ったらいいんだろう、英語で。もう分かんないよ、本当に。もう日本語分かる人が、もう、そこでもう嘘言ってる人間、誰かって、SNS で言ったら分かるか。調べれるか、国。この動画がアップロードされた時はチャンス。本当はカルロス・ゴーンさん、それで捕まったんじゃないですか。自動車の作りすぎね。ね。そしたらトヨタ・アキオさんも捕まらなきゃなんないんでしょ。本当はそうでしょ。エネルギーの残存量問題の方が上だっていうことで決まってたから。なるほど、ロケットの打ち上げに関しても、あ、もう話長くなるかもうやめときます。以上です。